さあ始まりましたフッサブルースフェスティバル2007チャリティーコンサート。今年のブルフェスも去年に負けずと大変豪華で、日本を代表するアーティストたちがここフッサを大いに盛り上げてくれた。このコンサートはフッサ市社会福祉協議会と、足の不自由な子どもたちに車椅子を提供する活動をしている海外に子ども用車椅子を送る会へ収益金の一部を寄付するチャリティーコンサート。この日のために日本きってのブルースマンたちが集い、ソウルフルな魅力あふれるプレーで観客を魅了した。ライブやスタジオワーク、セッションリーダーとして幅広く活躍し、 CD も多数発売しているミュード。独特で味のあるグルーヴをぜひ聴いてみてほしい。内海俊勝。かつて日本のロックシーンに多大な影響を与え、あの矢沢永吉が所属していた伝説のバンドキャロルの元ギタリスト。キャロル解散後もソロ活動や新たなバンドで数々のアルバムを発表。ブルースでは珍しい女性ギタリスト永見純。女性とは思えないほどのパワーとソウルフルなプレイで人気沸騰中。リリースした CD は各界で話題を呼ぶほどの注目。持ち前のユニークな人柄とファンキーかつメロディアスなハーモニカプレイで知られる虎徹。国内外を問わず有名なアーティストと共演したり、ナレーション、音楽雑誌など著作活動まで幅広くこなす。最後はこの人、塩継ぐ新人。71年にブルースバンドを組み、 B.B. キングの大阪公演のオープニングアクトを務めた経歴の持ち主。日本のブルースブームの創立者となり、世界のトップミュージシャンたちからも高い評価を得ている。他にも紹介しきれない著名なアーティストたちを招いた今回のブルフェスは、おかげさまでたくさんのお客さんに来ていただき大盛況の中幕を閉じた。次回はあなたのフッサブルースフェスティバルのご参加を心よりお待ちしています。それでは2008年にお会いしましょう。